Federation have deployed the Deep Space Vanguard onto Valaka to set up ARC subsurface scanners. Give 'em hell, troopers! どうも、こんにちは。今回はスターシップトゥルーパーズエクスターミネーションで、黄色のガスを先に集めちゃうとこうなるのだ、というお手本動画が撮れたので見てほしいのだ。リクルーターさんを無事に帰還させるためにマルチに潜ってたら、たまに起こる超ハードモード防衛戦に挑戦できるので、ベテランのみんなも新兵育成のためにぜひ挑戦してほしいのだ。とりあえず基地を建設してから、青いリソースを集めて基地の壁を作ってから、黄色のリソースを集めればクリアは約束されるのだ。今回のマップでは近場に青と黄色のリファイナリーがあるので、近場はリクルーターさんに譲って、僕は遠くのリファイナリーから資源を集めてこようと思っていたのだ。今回のマッチングではメンバーも6名くらいしかいなくて、そのうちリクルーターさんが多かった場合には人材不足なのもあって、無事に生還できればそれだけで良いとは思うのだ。あ、ここまで来て速攻で黄色のリソースを先に集めてしまったようで、報道開始までのカウントダウンが始まっちゃったのだ。しょうがないのだ。よくあることなのだ。基地まで帰ってきてみたら、基地の壁がほとんどない状態だったのだ。こいつはやべえのだ。急いで壁を建設して、少しでも時間稼ぎするようにしとかないと一瞬で終わってしまうのだ。これもよくあることなのだ。始めたてだと何したらいいかわからないっていうのはよくあるので、リクルーターさんはそれでいいのだ。僕、頑張るのだ。時間ギリギリまで壁を作って、終わり次第前線に出るのだ。青いリソースが少ないので、タレットが置けないのが厳しいところだが、壁さえあればきっとなんとかなるのだ。バンカーを置く余裕さえない感じなので、青いリソースは一つだけでもいいので欲しかったのだ。今となっては仕方がないことなのだ。せめてリスポーンすることなく、少しでも長く接敵時間を延ばすのだ。僕、頑張るのだ。パルス detected. Readings look good so far, Brimstone 1. I am detecting a lot of arachnid activity, so expect company. Warning. Arachnid threat has risen in severity.すでに攻撃が始まっているようなのだが、味方が少ないのだ。全然いないのだ。仕方がないので壁際に沿って掃除をする必要があるのだ。バグズは近くにある設備や人間に向かってくれるので、壁に気を取られている間に数を減らすのだ。メインの防衛目標である黄色のアークの壁も突破されちゃったので、ここからは持久戦なのだ。味方はアークの近くに陣取ってくれているようなので、スナイパーとして最低限ガンナーは処理しつつ、周辺のバグズも処理しながらなんとか耐えるのだ。もうもみくちゃになりながら、ほぼ肉弾戦、近接ショットガンみたいな戦い方になるが、こうなるともうしょうがないというか、これしかないのだ。僕自身がバグズのヘイトを稼いで動き回る壁になるのだ。被弾上等の覚悟で突っ込むのだ。黄色のアークの上には乗れるので、周囲のバグズからの攻撃が止まっていればアークを修復できるのだ。少しでも修理しようかと思ったが、弾幕が足りなくて無理っぽいので修復は諦めるしかなさそうなのだ。
グレネーダーの攻撃も来てしまったが、目の前がやばいのでグレネーダー処理にも行けないのだ。いよいよ終わりが見えてきたのだ。ここにタイガーエリートが重なったらもうダメなのだ。終わっちまったのだ。まあしょうがないのだ。それでもアークは 50% までは耐えたのでマシな方なのだ。ここからは目標を切り替えてみんなで無事に帰還するのだ。この準備の時間にダウンすると時間的にリスポーンできないので貴重な新兵の命が失われてしまうのだ。船が来るまでの間に生き残りつつ船まで無事に到達するのが大事なのだ。少し離れて見てみると味方いたのだ。アークの側に見当たらなかったからみんないなくなっちゃったかと思ったのだ。ここからは船に向かいながら襲ってくるやつをキルしつつ、たまに後ろを確認して取り付いてくるバグズを処理しながら進んでいけばなんとかなるのだ。ここまで来ればもう大丈夫なのだ。あとは無茶せず冷静にお掃除していれば無事に帰れるのだ。たまに静かにダウンするリクルーターさんがいるので少し目を光らせておく必要があるのだ。それ以外はキル数を稼ぐチャンスなのでおのおのトリガーハッピーしてればいいのだ。端っこギリギリにいるのはヘイトを稼げるからなのだ。この辺の位置にいるとバグズは僕を狙って進んでくるので今いる建物の下の空間に潜るのだ。そうすればバグズの接近を防げるし、この位置からはバグズは上がってこられないのだ。何かの拍子に落下したりしなければ大丈夫なのだ。前線を上げちゃうリクルーターさんがいるので救援が必要なのだ。終わりギリギリにタイガーエリートなんかが入ってきたりするので引き際に攻めてはならないのだ。弾幕は必要だが攻め入ってしまうと時間制限とバグズの密集で救助できなくなっちゃうのだ。We're leaving in 30 seconds. Get in the ship or be left behind.ひとまず帰還はできたのだ。ミッションは失敗だが、僕にとってもリクルーターさんにとってもいろいろ学びがあったのだ。とてもいい難易度だったのだ。次回も頑張るのだ。